世界がですね、白人、優位ということから、違う論理になるには、1000年ぐらいはかかるかもしれませんね。私はですね、実は山下大将が イギリスのシンガポール要塞を陥落させたということがですね、これから1000年後にはですね、おそらくは、本当の意味で、世界が人種的に平等になる。そうしますと、おそらくは20世紀最大の偉人として、歴史にただ一人だけ山下大将が残るんではないかと思ってるわけですね。そういう時代に、現在、悪い人に分類されているヒトラーとかチャーチル、スターリンですね。それから、ドイツのヒトラー、ソ連のスターリンと、良い人に分類されているチャーチルとか、アメリカのルーズベルト大統領。ちょうど山下大将と同じ時期の人ですね。ドイツのヒトラー、ソ連のスターリン、イギリスのチャーチル、アメリカのルーズベルト、日本の山下大将とこう並べますとね、ヒトラー、スターリン、チャーチル、ルーズベルトはいずれにもですね、人類を抑圧した悪い指導者ということで、山下大将とは比較にならないほど下位にランキングされると思います。それは紛れもない歴史的事実ですからね。ただ今は白人崇拝、世界なもんですから、逆転しているということですね。もちろん山下大将は政治家ではありません。日本が戦争をすると決めたので、軍人として命令によってシンガポールを攻略したわけで、真の偉人はですね、日本が戦争をするということを決めた人ですから、あるいは昭和天皇かもしれません。ただちょっといろんな事情があって、実は決めた人は不在で、強いて言えば、日本が戦争をすることを決めた人は歴史だったというのが正しいんじゃないかと思いますので、私はここで最後の一撃では山下大将という一人のシンボリックな人をですね、出しているわけであります。過去を見ますとですね、アレキサンダーがインドを攻めました。シーザーが地中海帝国を作り、これローマですね。それから、蒙古のチンギスハンとその子供たちが遠くモスクを攻略し、同じように、フランスのナポレオン、ドイツのヒトラーが辺境の地モスクを攻撃した。こういうのもおそらくは全て当人がやったもんではなくて、歴史がやらせたもんだという見方の方が真っ当である。これは私の考えというか、むしろ多くの人が言ってることですね。そういう大きな歴史の流れからですね、私は日本の戦争というものを見てみるべきではないかと思ってるわけです。戦争に、日本が戦争に入った昭和16年春、すでにイギリス、フランス、フランスは一時的にナチスにやられて国自体がなかったわけですけどね。オランダは力を失い、アジアの覇権、つまりアジア諸国を不当に占領する、つまり植民地にする力がですね、もうこの3カ国にはほとんどありませんでした。特にもう日本が強かったんで、東アジア方面でこのイギリス、フランス、オランダは日本の敵ではなかったですね。これは戦争が始まったら実際すぐに分かって、日本軍がイギリス、フランス、オランダを全部やっつけてしまいました。そこでこの3カ国に、3カ国ではない、のがですね、白人代表になったわけですが、それが実はアメリカだったわけですね。白人代表になったのがアメリカだった。いうことで、白人がやっていいことを有色人種はやってはいけないという論理を掲げてですね、アメリカを中心として日本を追い詰めて、来たわけです。現在の、反日日本人も全く同じことを声高に主張しておりまして、日本はやってはいけないと言ってますね。イギリスはインド、その他を占領し、フランスはインドシナを占領し、それからオランダはインドネシア、アメリカはフィリピンを占領していたわけですが、それはいいって言うんですね。それは何でいいのか、いや白人だからだって言うんですね。それでアメリカは日本の市場と中国のにおけるビジネスを比較いたしまして、どうも中国の方が儲かるじゃないかということで、中国と内通しまして、日本を後退させることにいたしました。もともとですね、当時アメリカという国はですね、
ナチスの、ヨーロッパのナチスの台頭が心配で、まあ、やっぱり日本に対する関心ってはそれほど多くなかったんですね。まあ、太平洋のごたごたに巻き込まれたり、ましてですね、まさか正義のために、世界正義のためにアメリカの若者を戦争で犠牲にするなどという考えは全くなかったわけですね。もちろんこれは現在でもそうで、正義は後でつけてすもんであって、最初に正義で自分の国が犠牲になるなんていう政策を取るのは、まあ、強いて言えば日本ぐらいと、まあ、いうことは言えますね。で、まあ、日本が先に戦争を開始したか、開戦するとアメリカがやったかというのは、ちょっといろいろ議論があって、まあ、歴史学者とか政治学者にそこはお任せしたいんですが、紛れもなくですね、昭和16年の夏、まあ、石油とかクズ鉄をアメリカが日本に対して禁輸をするとか、それからまあ随分それからこう右翼曲折があってですね、まあ、それだけでも10冊ぐらいの本になるわけですが、12月8日昭和16年12月8日の日米の開戦まで、春ノートが出るまでですね、アメリカが遠い日本を不必要に追い詰めたということは間違いないわけですね。イギリス、フランス、オランダが引いて、その代わりに白人代表としてアメリカが登場してきた。そのアメリカはですね、日本を追い詰めたわけですね。なんで追い詰めたんでしょうか。もちろん追い詰める必要はありません。アメリカはフィリピンを植民地にしただけですから、まあそれほどアジアに大きな利権を持ってたわけではないので、まあ、その点ではアメリカがヨーロッパの問題点、ナチスの台頭という大きな問題点を抱えながら、もしくは国内はですね、モンロー主義といいますか、アメリカは外のことには不干渉であるという意見の強い中ですね、アメリカがその太平洋を挟んだ向こうの日本が満州と朝鮮と台湾を一緒にして、帝国を作っているということに対して何にも困らないんですよ。何にも困らない。本当にアメリカ何も困らないんですね。日本がフィリピンでも取ろうというふうな気配を見せたんなら、それは困りますよね。まあアメリカがフィリピンを占領したのはおかしいですけども、ですけどまあ当時は、日本が台湾を占領したように、アメリカもフィリピンを占領したと。まあちょっと遠さが違うから、そうすぐには比較できませんが、まあそういう言い方もできる時代ですね。そうなりますとね、アメリカはなぜ日本を追い詰めたのか。もう日本が戦争せざるを得ないというほどまで追い詰めたのか。これはなかなかの謎なんですよ。日本がなぜ戦争したのかっていうのが謎であるよりか以上に、アメリカがなぜ日本を追い詰めたのか。忙しいんですからね、アメリカ。もうヨーロッパ戦線で忙しいんですから、まだ参戦しておりませんが。それなのに日本を追い詰める必要があったのか。何がアメリカの必要だったのか。これが実は大切なんですね。ある女子高校生が、日本はなぜ戦争を始めたんですかという質問に対して、そこにいた大人が答えられなかったって言うんですけども、それはとにもなおさず、アメリカが日本を追い詰めた理由が分かっていないからということになろうかと思います。これでこの章を終わります。